撮影目だったんですけど、試合前にラジオしてきましたから。ああ、大丈夫。知り合いない。そんな中、甲子園を振り返っていただきたいなと思うんですけども。戦ったので、勝っていきたいと思うので、これからもよろしくお願いします。